田中チャンネルへようこそお越しくださいました。25円ガソリンの値段が下がったのではなくてですね、税金をそのまま取られていた税金が良い意味で減税になったということなんですね。間もなく1ヶ月が経過しようとしています。ところでですね、前回私が後期高齢者医療改め長寿医療制度なる養老クリニックの話をした時に、2年前に国会で決まった時にはですね、衆院で通ったと、あと参院でさしたる野党は反対をできなかったじゃないかという話をしたらですね、何人かの方からご指摘をいただきました。本当なの？って言われたので、もう一度詳しくですねご説明をいたしたいと思います。実は衆議院ではですね、これは反対討論をする前に強行採決をして、そして本会議で可決がしてしまいました。そして参議院に送られたんですが、これが金曜日に送られてきました。ところが月曜日には参議院ですぐに審議に入ってしまってんですね。審議拒否というのは決してサボタージュではなく、やはりおかしいこと、数の横暴があって、しかもその数の横暴がですね、人々のためではなく取り巻きの一部の利権の都合でですね、横暴が行われた場合には、これはですねおかしいと声を上げることも、これは立派なですね民主主義の発言だと思います。しかしながら2年前には残念ながらですね、衆議院で木曜日の夜可決をしてですね、金曜日に回ってきて月曜日から審議をして、特段の審議拒否とか審議の停滞もないままそのまま可決をしてしまったんです。ある意味ではですね、数の横暴というのがありながらも、結局は衆議院も参議院も自由民主党を中心とする与党の数の方が多いとですね、戦勝たないという半ば諦めがあったのかもしれません。しかし去年の7月29日以降は、少なくとも参議院では状況が逆転を押したわけです。そしてこの中において、実は2月の時にですね、おいおい、もっと早く暫定税率の話も審議をしろよと言われましたが、実は審議を、良い意味でですね慎重に審議をしてきた。これは何かといえばですね、失礼しました、3月の話ですね。3月ずっと良い意味で慎重審議をしてきたのは、4月1日をですね迎えるというためにあったわけですね。で、今回ですね、この、ガソリンの値段、こうした道路関係の法律をどう審議するかということが、参議院においてですね財政金融委員会というところに付託をされました。今日はですね金曜日、18日にこれ収録をさせていただいておりますけど、18、17、16の水曜日にですね参議院の本会議でこの提案説明というものが行われて、そして財政金融委員会に付託されました。これに対してですね、与党と呼ばれる、実は参議院においては少数与党なんですが、この人たちがおかしいおかしいって騒いでるんです。でもこれは議員運営委員会というところで多数決で決めたんです。ところが多数決でどこの委員会に付託するかを決めたのは、消費税の時の、実はその時も88年公募にもいろいろ当時の野党じゃない与党がですね動いていたのでございますが、20年ぶりの、暴挙だなどと騒いでいます。そして衆議院では国土交通委員会で話し合われていたのだが、これは財政に関わる問題だからということで、財政金融委員会で参議院では話すということになったのに、これもですね、2001年の省庁再編以来ですね初めてのことで、衆議院でかけたのと参議院でかけた場所が違うので、といったって同じ国民から選ばれた国会の場なんですけどもね、これもおかしいなどと言っています。しかし江田さつき議長は、これは議会運営委員会において民主的な手続きによって決まったことだというふうに言ってですね取り合わなかった。これは一つの見識だと思います。さて、ところでですね、自由民主党のですね国会対策委員長の、これは大島理森さんって読むんですかね、理科の理にですね森って書く、私お目にかかったことがないので何て読むのかですね分かりませんが、この大島さんはどんなことを言ってるかというとですね、何も決められない政治が続くんだったら、その責任は野党にある、あるいは、私が統一会派を組んでいるですね民主党、新緑風会、国民新日本というですね、ここの民主党の側にあるというふうに言っているんですよ。そして福田康夫さんという方もですね、実はこの問題に関しては早く参議院で審議して結論を出してくれと、ガソリンの問題、道路の問題、早く審議して結論を出せというふうに言っております。これは14日のですね日にですね記者の人たちに話をしてですね、そしてまた先ほどの話に戻ると、大島理森さんというですねこの方はですね国会対策委員長という方はですね、だから
参議院の側で答え出さないんだったら再議決を我々がやらなきゃいけない、それが与党の責任だと。だけども一応言っとくと、その前に参議院の意思を示しなさい、そうでないと参議院は一体どういう存在かということになっちゃいますよって言ってるんです。まあ、これを挑発というふうに取るかどうかということです。野党、まあ、参議院においては多数野党ですが、こうした中にはですね、29日これは祭日です。でマスメディアの人たちもですね、28日の日からですね、審議を少し宴会にしておいて休憩のような形にしてて、29日祭日、通常は国会開かないんだけど、午前0時になった途端に再開をしてですね、そこで深夜の段階で決めてガソリン値上げするぞって言っている人たちがいます。で結果としてそうなるとですね、衆議院の方で再議決をされてしまうのは多勢に無勢なので、参議院においてはですね、慎重な審議をしていって、審議不十分だった段階で強硬的に再議をかけたと言おうというふうなですね、まあ、従来の発想の政治の論理を言っている人たちもいます。しかしここでちょっと頭の中を切り替えていただきたいのでございますが、今日はもう一度繰り返しますが、18日の金曜日のですね、午後1時くらいにお話をしているんでございますが、福田康夫さんはですね、4月の25日にロシアにお出かけしちゃうって言ってるんです。実はなんと27日は山口2区の補欠選挙なんでございますね。山口県というのはですね、少し話が長くなるかもしれませんが、道路の舗装率が 94% で全国4番目なんです。さすが与党の国会議員の人たちや首相っていうのになった人たちがいたりしたんで、道路の舗装率もすごいなって皆さん思ってるかもしれないけど、それでも公共事業が足りないってここの人たちは言ってるんです。でもね、皆さん、道路を作るときには 55% から 60% 国からお金が来ると言ったって、国民全員のですね、子子孫孫の借金ですが、お金が来るからどんどん道路は作りたいって言ってるんだけど、道路の維持補修、今言った舗装率、舗装を修繕するというようなことは全額地元の費用です。にもかかわらず、私が知事やってた時もですね、東京の大きなゼネコン系の会社が机1個、市内に持っていてですね、そしてそこが孫請け、ひ孫請けの地元の人たちに仕事を下ろしていたのでですね、途中でお金が良い意味でか悪い意味でかですね、漏水のようにもろもろ漏れてって搾取されていて、金額が低かった。なので採算割れでした。直接の発注をして、地元で機械を持っていて直接入札に参加できなかった人にも800万円単位で全、500箇所という形で分割発注を良い意味でするとですね、従来の談合状態だった不透明な入札で 99% の落札率というだったのが 80% にまで落ちる。でもみんなはこれは採算取れてるんだよってアンケートを取るという、そりゃそうです、直接仕事分だから B2B、B2C ってことです。すると残りの2割のお金で他の歩道の整備もできますし、地元の全額税金ですから福祉や教育にも使えることができたんですね。ですから山口県でですね、地域を元気にというんであればですね、一部のまさに強気を助けて弱気をくじくようなですね、中央搾取型の公共事業でなく、地域密着型の公共事業に変えなければいけないわけなんでございますが、この選挙が27日の日曜日にある。ところが選挙の前に25日からロシアに行っちゃう。なんでかっていうと、ウラジミール・プーチンさんという人とですね、今度の首相の、まあ、メドベーチェフさん、ちょっともう、フルネームを忘れましたが、この人に会いに行くって言うんです。5月7日まで、ウラジミール・プーチンさんがですね、任期なんで、それまでに来てちょうだいって言われたから行くって言ってるんですね。そして当初はですね、5月の連休にもですね、ヨーロッパにフランスとかイギリスとかドイツに行くよって言ってたのに、こっちはやめにしちゃったんです。まあロシアとの問題も北方領土はじめいろいろあるかもしれませんけど、ロシアには行っちゃう。選挙の結果を見るのが怖いのかもしれませんけども、行ってしまう。そしてもう29日からは全員スタンバリましょうって言っているんですけれども、こうなるとですね、与党のスケジュール通りに動いていってしまいます。しかし財政金融委員会はですね、野党の峰崎直樹さんという人が委員長ですね。つまり数にですね、思い上がったですね、そして取り巻きの人のための強行採決とかですね、問答無用なのではなくて、一人一人の日本に暮らしている人たちの希望に根ざした形でですね、きちんとした審議をする
ということもあるかもしれません。みんなの頭の中は29日とか30日、そしてもしかするとマスメディアの人たちは4月1日大混乱になるんだけど、大混乱になんなかったのに29日でもガソリンの値段が上がるったって、蔵から出てくる時のガソリンに25円かかってんですから、30日とかですね、1日にですね可決したとしてもすぐにガソリンの値段が上がるわけではない。多分1週間後に入ってくるガソリンからそうなのに、もしかするとガソリンスタンドはゴールデンウィーク連休中からですね、突如ガソリンの値段が25円上がっちゃうかもしれません。もともと25円税金が低くなった、取らなくなったはずなのに、22円くらいしか下がってないわけですからね。しかし22円下がっただけでも皆さんがですね、月額1万円くらいガソリンの出費が減ったということで、じゃあたまにはみんなで食事を外で行こうとかですね、子供におもちゃを買ってあげようとか、あるいは妻にですね、カーディガンの1枚でも買ってあげようという具合になったわけですから、これこそがですね、一部の人たちだけなくて地域の振興になっていたということですね。そしてこの地域の振興であることを一日も長く続けるとかじゃなくて、これを良い意味で恒久的な減税にしようというのが私たちの考えだったわけでありまして、にもかかわらず4月29日30日ということで頭の中が動いている人たちがいます。なんか田中康夫にしてはですね、言葉は元気なのにいまいちわからないっていう方もいるかもしれませんけど、もう一回言いますよ。29日まで待っていて審議をし続けている、あるいは審議をしていないと向こうは何も決められない、参議院の政治の責任は野党にあるって言って、だからおいらたちは再議決をするんだって言ってるんです。しかし多くの人たちの考えというものは、日経ビジネスの読者でも 76% が暫定税率やめて当然っておっしゃってたんですから、民意はどこにあるかって言えば明らかなんです。ということはですね、民意を反映する参議院において決して自由民主党の側が挑発をしてきているということではなくてですね、まさに審議不十分なのではなくて、審議をした上で答えはきちんと明確であるという観点から立った時にですね、来週の国会運営はさてどのようになるのかということをですね、皆さんそれぞれにですね、胸に手を当ててみてですね、絵解きをしていただけると田中チャンネルを見てる甲斐があるかなって思います。